はい、統一地方選の続きみたいなのがいくらか行われてて、自民党が大敗したとかいうニュースも見ましたが、まあそれはいいんですけど、まあいいんですよ、本当にいいんですよ、私にしてみればね。はい、いいんでございますが、まあそれはともかくとして、1本目のネタはね、そんな選挙が終わって、まあ次の選挙に向かっていくわけなんだけど、野党第一党はどこがいいかみたいな、いやそれ普通に世論調査すればって思うようなね、アンケートを毎日新聞が来たんだしたんだって。まあだからこのアンケート自体も毎日だなって感じ。野党第一党がどこがいいかと別に知るかって、普通に世論調査したら2番目が第一党だって普通に考えりゃって話じゃんですよね。ダメ、いやダメ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 だしょ、うん、なんですけど、そうじゃないんですよ、じゃなくて、なぜか野党第一党とっていうね、アンケートを取ったのって、毎日どこ答えてほしかったのかな、毎日どこ答えてほしかったのかな、まあいいや、答え、結果だけ言いましょうか。はい、円グラフがあるんだけど、どこだったかな、あったあったあった。なぜか、一番多いところが、1位のパッションポジションっていうか、こう何、円グラフでいうところのここのスタートのところになくて、2番目が一番でかいところにいいんだけど、謎なグラフね。ああこれやっぱこのグラフが出てるってことはやっぱそういうことだな。じゃあ順番に行こう。まず円グラフの並びから先に言うね。立憲民主党、日本維新の会、わからないなの、何その選択肢じゃんあれ共産党は、あれ社民党は、国民民主は、参政党はね、分からない、いや分からないがある程度いるのはいいけど、なんで三択肢やねんって思わん、うん、で次、はい、じゃあ立憲民主党は何パーだったのか、25% 勝ちしてくれました。おお意外と多いじゃんね。で分からないが 27% でした。まあそんなもんかな、普通に考えりゃ。さてここで問題です。三択問題って言いましたね。残りは何パーセントでしょうかってやつです。はい、47% が日本維新の会でしたほとんど危んじゃん。普通だとこれ立憲と維新の会の位置入れ替えるのが普通の円グラフの流れなんだけど、お前普通まあその他がいけませんから、わかるよ、わかるけど普通はこういうんでそうとするだろうっていうね。やっぱ毎日は立憲って答えてほしかったんだろうなっていうのが透けて見えるんだけどさ、それにしてもほぼほぼダブルスコアだよね。ほぼほぼダブルスコアだよね。いやー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 いやいや。でこれはもちろん、だと第一党通ってるから、自民党を支持したり国民主を支持し、あ、だって自民党の支持者もこれに答えたとしてると、自民党からしても立憲はめんどくさい、維新の方が野党として助かるなんでしょうね。まあこう何、こうどんどんさ、こう自分の身内以外から支持されなくなっていくこの現実をさ、立憲民主党はどう思うのかっていうと、ただね、日本維新の会もこんなに支持されてて、低たらくがちょっと過ぎるなとは思ってるんだよ。もうちょっと頑張りたまへ、うん、ね、と思わんことはない。はい、例えばこうね、地方選だと勝てたとしても国政で勝てなきゃ結局意味ねえんだから、究極の話ね。地方議会いくら取ったってね、国の予算は1円たりとも変わらないんだからね。うん、いや交付税の方が変わってるじゃんって言うかもしれないけど、お前オールでやったら変わんねえよって。交付税に、国の予算で交付税にしてる額は変わんねえんだから、そこからどの自治体に配分するかは変わるかもしれないけど、だうちの自治体に来てる交付税の額上がったんだ、上がったんだ、下がったんだ、これで国の財政に影響を与えてやったぜ、やっはーって言うかもしれないけど、いや影響を与えてねえから、与えてねえ、ね、与えてねえ、うん、与えてねえぞ、ね、それは全然与えてなくて、さっきも言った通り、もう国政の中のパイは一緒で 2% が地方交付税だとするじゃん。そしたらその 2% のうちのもし 1% がその自治体に来たとすると、それが 0.8% とかでさ、 1.2% とか、それだけの違いよ。で逆に他の自治体が甘く煽りを食ったり、他の自治体が助かったりしてるだけの話よ、究極の話ね。他の一般のさ営利企業とかだと、他年度で予算作ったとしても、それでこう予算規模ってその時々で変わってくるじゃん。
まあ、増えていったりさ、なりで増えていったり、なりで下がっていったり、でこぼこしたりっていうものもあるじゃない。だけど国の予算はさ、まあ、徐々にこうでかくなっていくだけでさ、基本的にはこうね、中の比率はほとんど、比率の入れくりはあるけどさ、劇的なでこぼこってないんだよね。うん、でさ、ね、何が言いたいかっていうと、こう、ね、こう、グラフとかさ、てか、立憲民主党はもっとね、頑張んなきゃダメだよって話と、維新の会はエリート立たなきゃダメだよって話と、毎新聞はもうちょっとマシャモなアンケート取れっていう3つね、言いたかったのは。冒頭に戻るけど、第一党、党内野党の、アホかって、ね。だからお前のところは世論調査すんだろって。そう、今世論調査したら多分確率で、まあ、立憲と維新が入れ替わってるだろうよ。実際あの読売だったかな、世論調査ではそうだった、うん。それはあの次の国政での比例代表に比例で投票するのはどこですかっていう調査だったわけだけど、それはだから、維新の方が 13% で立憲が 9% だったかな。まあ、ダブルスコアじゃないけど、それにしても 1% 差で僅差じゃなくて、すでにこう 4×5× ぐらいでさ、 1.5 倍ぐらいの差が開いちゃってるわけだよ。おうみたいな感じだよね。ね、こうさ、今まではさ、あ、これ抜きつ抜かれつだったじゃん。維新の会と立憲民主が抜きつ抜かれつで、大体立憲の方が勝ってる世論調査の方が多くて、まあまだ野党第一党相当明け渡さないぞっていうところだったけどさ、うん、ここに来てやっぱこう入れ替えちゃったよね、うん。で、思うのはさ、自民党の失点相当あったんですよ。繰り返しになりますけど、うん、繰り返しになりますけど、自民党の失点めちゃくちゃいっぱいあったんですよ。で、今もう失点繰り返してるんですよ、うん。なのに、なんで野党の支持率上がんねえのって。しかもさ、野党全部足した支持率も、そもそもそれもそんなに増えてなくてさ、まあ、要は自民党支持率が下がってないって話か、むしろ上がってるぐらいの話なんだけど、だからね、野党側のアピールの仕方の下手さ加減がここに来てひどすぎるんだろうなっていうのが私のこれを見た感想かなって思いますね。で、やっぱね、こう小学生時代のさ、こう角度のところにさ、変なマーク、あの直角マークで広い角度のところにつけて、これ直角だぞっていうみたいなさ、そんなグラフを使ってさ、あの世論調査やってんじゃねえよバカ野郎って話だと思うよ。で、やっぱね、印象操作とかやめて、それ三択だったら、それは立憲がある程度でかくなるだろうよ。でもこれが全部のさ、あの党に対してやったらさ、ちょろってなっちゃうよ。ね、やっぱね、毎日とか朝日のね、あのね、立憲を盛り立てたいっていう根性だけはすごいと思う。別に監視しないよ、評価はしないよ。だけどその盛り立てたい根性だけはすごいと思う。で、それに乗っかるしかない立憲の泡沫具合もそうそうやなって思うところでありますね。はい。さて、次の国政選挙、維新はこの流れで維持できるでしょうか。立憲は少しは盛り返すことができるでしょうか。自民はまたこけるんでしょうか。またこけるんだと思います。皆さんはいかがお感じになりますでしょうか。ありがとうございます。